ありがとう。後ろの分はじゃあ違うよ。4分待ってあげました。上から目線なんかさ、今日はなんかこんな感じの前髪と髪、マリーナと、マリーナ結構連絡取ってる。なんかね、マリーナがインスタライブ一緒にコラボしようみたいなんだけど、なんかあんまインスタライブのやり方わかんなくて、マリーナもショールームしないよって言って。ショールームコラボできるよね。テッドハー、そうそう、前髪か。てか前髪切った。もうかわいい、こんにちは、こんにちは。こんにちは。すごい、初見の人に初見ってつくんだね。現代行こう。そう、でも分からん、インスタライブのやり方は。かわいい、ありがとう。寸胴着かな、自分に合う髪型難しいこんにちは、こんにちは、早越し、ありがとう。細くなった、ありがとう。そう、なるべく食べないように、食べないように、ちゃんと食べながらも太らないようにしてる。かわいい、あゆみさんさん、今日みんな何してる？土曜日。ネックスケ、ありがとう。あ、TikTok、 ありがとう。 TikTok コメントもしてくれてありがとう。みんな TikTok 見てる？のんびりしてる、寝てる、いいね、寝てる。ぐーたら試食券、あゆみそ、そう、あゆみそ、TikTok やってたの。そうだよ、結構なんか気づいてない人いるよね。そう、通知が TikTok は来ない、なんでだろう。あれかな、あゆみからの設定じゃなくて、みんなのそのあれかな、通知の設定をしないといけないのかな。あれ、キューピッなんであゆみそうな、なんか適当、なんか結構い、TikTok の、 TikTok やってる人、 TikToker って結構なんか適当な名前でやってない？だからなんか適当にあゆみそにした。もっと見つかってほしい、ほんと。あ、タワー、でね、たくさんギフトありがとうございます。待って、タワーってどれだっけ。うん、待って、あれどこだ、どなた教えて。何さん、ラウトさん、ラウトさん、タワーありがとうございます。ありがたわ。ありがとうございます。スペシャルギフト、スペシャルギフト、永遠のヒレポンさん、ハートありがとう。ノムさん、ハートありがとう。愛しさん、ん、祭りだ、忘れた忘れた、またタワー来た。なんかさ、これさ、うつ、これ書かない感じな、ここのところにないんだけど、お、ん、織姫タワー、あー、
どなた立ててくれた、ただ立ててくれた、ただそうだったね、織姫と彦星、織姫タワーです。どなたが立ててくれた、誰、ギフト消えちゃう、なんか下の方バーッと消えちゃうんだよね、早い、うーん、チロさん、チロさん、はい、ありがとうございます、織姫タワーありがとう。なんかどんな感じ、どんな感じだった、ありがとう、ありがとうございます。なんかさ、ショールームをしますって言ったツイートに結構みんなね、行きますとか本当にありがたい、じゃあ覗いても見えるそれな、遊びに来たよ、ありがとう。ピンかわいい、クマさんかわいい、かわいい、アレックスさん、セールヒオリコさん、ありがとう、おっくん、ありがとう、りょう、やまぐ、ありがとうございます、深夜タコ、みんなさ、ストレートの髪かこういう感じか、ちょっとこうおろしのこう巻いてるような、何が好き、どういう髪が好き、なんか自分的にはストレート微妙、似合うかな、似合ってないような気がする、ストレート、こういうのかけた方がいいかな、ここから。その日の気分、結構さ、こうハーフアップとか、あとポニーテールとか、ああいうのもすっきりしていいよね。浴衣着ないのどうしようかな。こんにちは。ここに、切ったらね、うん、切っちゃうのね、やっぱこうなったらなんかヘアアレンジができなくなりそうで、てか似合わなさそう、短いの、事務所入ってないよ、あ、お団子もいいね、うんうん、クマさん編、あーいいね、ちょっとクマ、どうし、だるま100個、ありがとう、だるま、ゆみのぎ5機あったら受ける、受けたい落ちそう受かんないだろうな、推薦コメント、みんな推薦コメント書いてくれてありがとう、読んでる、てかあのインスタの DM とかも返せないけど見てます、ちゃんとで心の中でこう返してる、なんかすごいね、長文で書いてくれたりする女の子とかいて、すごい読んでるよ、ありがとう、あ、本当に申し訳ございません、1000円ちょうだい、できれば2000円ちょうだい面白いよね、可愛い曲、 TikTok、 あと何したっけな、 TikTok はドゥル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 、流行ってない、多分今はちょっと流行ってないけど、ちょっと前に流行ったんだよね、 TikTok の流行りの
何早いんだよね。流行ったらもう次新しいのが流行るから、わこれ今流行ってるなと思ったらみんながしてたらパッとやらないといけない TikTok 見てるよ、ありがとう。見てぜひ、あゆみそっていう名前でやってます。あゆはひらがなで、みそは漢字です。なんかあ本当多分ライトだと思う。いやいや踊ってほしいなんかめっちゃさ、ヤリラフィこうやって飛んでるやつ、ティックトッカー全好きな、そう好きな、そう笑顔返すありがとう。あー同担拒否でもさ、なんか同担拒否の後に出したなんかね、口ずさんで口パクで歌ってるやつが結構なんか見てもらえてた。不思議、なんかどれが見てもらえるかわかんない TikTok って。 TikTok 楽しい。ビコ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 、人参食べれる食べれる。でもね人参はなんか単独では食べれない。あやかと配信、ね自分のスマホで配信してる。前はねタブレットでやってたけどね、それがそう今日映らんくなって、そう自分の顔が全く映らんくて、外カメも内カメも真っ暗みたいな。ハート100ありがとう。グスティじゃなくて地毛、うん地毛てんてんてん。スマホはできたんだけど、多分そのタブレットがもう多分あのねなんかねもらったやつで知り合いからすごい古いんだよね多分もう寿命です。アプリ消して、いやなんかね電源消して何回も入れ直したけどねできなかったんだよね、焦ったペニックス合ってるかな。そう新しいのね買わないと。そうこれ中指になっちゃうからこうやってした方がいいのかな。あれもうメンバーじゃないから iPad でも事務所入ってないからねえきゃ何か歌ったり歌ったり、うん普通のすいません配信ですショールームさ音楽とか流していいと思う？バンされるかな。なんかこう音楽流した方がさなんかいいよね。誕生日8月に父ハニー、そうだよハニーありがとう覚えててくれてて。あいみん JK 説、 JK だよJK 高校3年生現役。マイナちゃん遊んでない、会ってない全然ねえ会いたい。そうマイナちゃんインスタグラム始めた。なんかね
LINE で話してて、マイナもなんかしなよみたいな言ったら分かった明日しようって言って始めたそんな感じのノリ。すごいよね、即決。48ルールと一般のショールームのルール分かんない、違い分かんない、それなあ、もう分かんない。早いよね、でもそういうとこあるんだよマイナちゃん悪いな、面白い。なんか TikTok もしたいって言っとった。マリーナ、マリーナのお姉ちゃんの配信出てた。え、そうなの？ It's good. Thank you. マトビインチンさん、ありがとう。Thank you. TikTok コラボしたい。てかさ、ショールームとかしたいんだよね、ほんと。そしてストーリーズ、そうストーリー結構マイナ出すバンバン、すごいすごい堪能してる感じ。なんかさ、マイナのマイナとね、なんかちょっと前に結構長電話してる時があって、でなんか途中でちょっとどっかちょっと行ってくるみたいな、ちょっと待っててみたいななった時に、なんかね、こうおやすみなさいみたいな急に言われて、と思って、そしたらマイナが、あーごめん、待っててくれてありがとうみたいな、こう電話かけてくるやん。そしてなんかおやすみなさいって声はマイナのお姉ちゃんやったんよ。声がめっちゃ似てて、声めっちゃ似てない？顔も似てるけど、二人とも美人姉妹。ちょっと待ってんの、かわいいありがとう。似てるよね、ショールームのコラボ配信でやりたい。そう、電話してる時にね、結構長電話の時に、あ、ロシア、ロシアの方かな、英語でコメントしてくれてる方ありがとうございます。ロシア語って難しいよね。サポート系ありがとう。ここ、こうマッサージしたらいいんだよね。ピアスって開けてる？開けてない。イヤリングでいいかなって感じ。仕事休憩中間に合ってる方ありがとう、来てくれてお仕事お疲れ様です。ロシア美女と付き合うのが夢です、頑張っていける。みんたらそこでフォローしました、ありがとう。人身権の都合ですね、フェアス受けない。なんかね、いやね、みんな多分さ思ってるよね、なんかこうピアスとかガンガン化粧、髪も結構染めそうって、もうなんかメイクが濃いからさ普段多分そうみんな思ってると思うんだけど、結構どうでもよくて、なんか爪とかもどうでもいいんだよね結構。それよりまあちゃんと洋服着てこうメイクして髪もね、まあちゃんとそれなりにしてればいいって思ってるんで、でもなんかね、多分メイクを多分しっかりこうバッチリするから、多分みんなそういう風なイメージがつくんだよね。結構ね、うん、どうでもいいかな。ギャンギャンじゃなくて足下モデルさんなのに泣いたい。でもやっぱりなんかね、
例えばインスタのストーリーとかインスタの投稿でなんか飲み物とかこう手と一緒にねこうやって写してるのをパシャッと撮ってこう載せたりなんかしたい時があるけど、やっぱネイルしてないからさ、なんか何映えてない感じ。やっぱネイルした方がいいよね。いい点はある。でもね、うん、ネイルはねと思うんだよね。メイクしない人ある、あるある。勉強宿題する時とかはしないしないしない。佐賀県から来ましてありがとう、素敵な考えありがとう、こんにちは。でも多分男の人はネイルしてるとか多分あんまり結構どうでもいいんだよね。手をスタンプでね隠す。しょうかさん元気です。おお、自分も佐賀から学校通ってる、通ってる。みこんちゃんルームフォローしました、ありがとう、嬉しい。そこで全部見てない。そうだよね、あゆみもあんまり見ないな。そうか、まだ高校。そう、高校です。ギャルって言って怒る。いや、これじゃギャルじゃない、全く。本物のギャルに怒られる。友達と何して遊ぶの、うーん、あんまり遊んでないかな。そんな感じです。卒業したらどうすんの、どうすんのこれから、みんなを。どうしよう。でもね、あんまりね、先のことを考えすぎるとあんまり良くないと思う。そう、考えることは大事だけど、あんま考えすぎるのもねって思う。リオさん、祭りだ、ありがとう、祭りだ、祭りだ。トッシーさん、タコありがとう。ユジロマルさん、にちん、レインボーの星ありがとう。ヤンカハートありがとう。のぞみごさんありがとう、ハート。ポケットからキュンです。ね、何落としたの、キュンです、君がくれた、キュンです、でも君にあげられなくてキュンです。BGM またテンション上がる。うん、もうね、音楽は大好きだよ。ずっと音楽を聴いてる。いろんな音楽ないと生きていけないタイプ。それも TikTok 載せてよ。キュンです。はや、今流行ってる？シリが。キュンです。でも君にあげられなくてシリです。
アイミの中で流行ってる食べ物、最近ずっと食べてる、ペスカトーレっていうパスタ知ってる？めっちゃ美味しい。魚介シーフード系、魚介類系好きなんだよね。お肉食べるよ普通に。マイナー髪染めてすぐ戻した。確かに何が入って、イカとエビとナスとどれだっけ、アサリかな。うん。少女たち、ララ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 ラクオーザーでよ、チチチチベビベビチチチチ。この振り覚えて TikTok でやりたい。ララ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 ラチクタクチクタク。でそろそろでルルルル。息できないくらいドキドキするなんて嘘。こんにちは、こんにちは。これとりあえずすごい女子高生の字。元気そうで何より。こんにちは。テヨンさんかわいい、テヨンさんかわいい、綺麗ね、皆さんお綺麗。ネックレスハートでかい、ハートではない、なんかこう V みたいな。アッキーこんにちは。フォローしました、ありがとう。目の形ほんと濃い、ありがとう、嬉しい。毎年少女時代コンサート行ってた。わお、ファン。なんか今どんな感じ、アイドルたちは、アイドルさんたちはこうコンサート、コロナで、コロナでね。コールができない状態。そうなんだ。でも入ってる、その入れるってこと、客席に。かわいい、クミ、クニーちゃん、ありがとう。最近何してんの、宿題とか。とか、そんな感じ。
ゲバンド懐かしい宿題頑張ってありがとうとか、これからの地球の地球はどうなるかとか YouTube で見たりしてる意外とこういうのね、そういうのなんか気になる。初めて来ました、ありがとう。吉永三津山さんありがとう。熊タワーで、どなたが、彦星タワー、キッサシさん、キッサシさんありがとう。ん、クマタワー、クマ、クマ、クマ、飛行したわ、飛行したわ、ありがとう、キッサシ飛行星ひこぼしクマタワー、あーこのクマちゃん大きい、かわいい、ありがとう。ひこぼし、アイミンのひこぼしはみんな笑う。いや、タワーね、ギフトのところね、なんでだろうか。たくさんギフトありがとうございます。マスイダ、今マスイダっていうのが入ってる。アグネスさんハートありがとう。チロ、シンヤ、かわいい。急に日本の将来が心配。なんで？服の趣味変わってないよ。カラコンしてる、してる。フェアリーワンデーのドーリーブラウンってやつをしてる。で、右ドスが入ってる。いろいろとね。ね、でもオリンピックってするんだよね。フォローしました、ホタル、ありがとう。夜はメガネ、そうだね、普段メガネ。そう、右が悪いんだよね、左は普通で。なんか一旦視力測りに行って眼科に、そしたらね、なんか何て言われたっけな、0.4 だったっけな、で相談しで違うところの眼科に行って買ったら 0.2 だったっけな、1って言われて、みたいな。あ、眼科によって違う、その何、視力のその何検査なんか違うよね、あれみたいな。でなんかある目薬処方されたら 0.9 かな、
にゴッて上がって回復したんだよね。日によって違う。そうなんだ。恣意的なのそう。私のからか思ってる、持ってるよ。そう、目薬でね、ちょっとこう何、瞳孔を開かせてリラックスさせるやつとかしたらね、寝てる間ね、寝る前にして、不思議。でもさ、どうしてもさ、今のさ時代もスマホとかさ、そうね、ずっと見ちゃうじゃん。 TikTok とかもう見てたらさ、もう5分とかすぐ過ぎるもん。ソリナ、5分以上もう、30分の1時間もうすぐね、過ぎちゃう。スマホは目がそう疲れる。だからもう30センチ以上離してみるみたいな。でもさ、近づけちゃうじゃん難しい。仕方ない、今の時代。浴衣着てない。そうね、 YouTube とかもすぐ過ぎる。今日は何時までとか決めてない。どうしよっかな。今46分。そうね、5時ぐらいまでにしよっかな。お金払ってないと、あーって叫ぶ広告が突然。なんか広告、広告、アプリのなんか広告とかで、不祥だっけな、なんかこう中華美人みたいな人が流れてくるような、あの広告はよくあるね、よく見る。このゲーム難しいなら自分でやってみなさいよっていうやつ知ってる人いるかな。広告、わかるかな、わかる、わかるよかった、わかる人いて。そう、めっちゃ広告。でもさ、なんかずっと広告流れるとさ、あ、なんか楽しそうって思う。あん、このアプリ楽しそうって。あ、でもこうで、なんかね、うしょしょみたいな。カモに。なんかね、ハリーポッターのゲームを、スマホでできるゲームをね、してて、それで結構広告を見ないといけなくて、それでよく見る広告を、そういうの。あ、ゾンビサバイバルもある。でも面白そう。ちょっとそう、日本語がね、なんか、ちょっとなんかこう台本読んでるみたいな感じの広告面白いよね。獲得したら棒が長くなる。あれ、歩いて、なんかこう音楽に合わせて歩いてったら、こうどんどんそのヒールが長くなるやつとかかな。
あ、マフィアね。失礼だと思いますが、おいくつになりましたか？今17歳です。ユニバとディズニーだったら、どっちも行きたいけど、ディズニーかな。ディズニーの方が広いよね。インディ・ジョーズとか乗ってみたい。誕生日今月じゃね。おいおい違うよ、来月。広さ出れば、なるべくいっぱい塗りたい、いろんなものに。え、でもね、ハリーポッターとか最高なんだよね。ユニバのめっちゃ最高、面白くて。マイナと一緒にディズニー、あー、なんかユニバ一緒に行こうねみたいなやつだけど、コロナがねってなってやめた。買いすぎて食べたい。バタービール、美味しいのかな。そうね、家にもマリオがある。ユニバーアリちゃんと行くって、なんかもうみんなと言ってるね。でももうコロナがね、今は決め顔。全身をね見せられません。お腹が出てるから、お腹が出る服を着てるから。5000人見てる、ありがとうございます。かっこいい。わ、なんか画面がふわってなった。なんだね、これ。あ、七夕？願い事のやつとかあるんだ。わあ、ありがとう。お金持ち先生、ありがとう。VVVVD55さん。欲しい、ありがとう、ノムさん。なんだそれは。ハワイみたいな。やつ、ありがとう。ユーニャックさん。ハワイみたいなお花、ありがとう。ヤスさん。ダルマ、ありがとう。朝尾さん、お花ありがとう。のぞみ4号、あとありがとう。ママの塾、なんか、なんだ、お金の線、お金のやつありがとうございます。名前読めなくて、普通じゃん、普通。あ、ビビッと。ごめんね。久しぶりに、なんかね、てかショールーム自体がちょっと緊張してるからね。おしゃべりは、お仕事、妹ね、ありがとう。頑張ってね、ファイティン。お仕事、ハワイの、ハワイみたいなお花。わー、うわ、ミラーボール、あー、終わった。ありがとうございます。
がとう。カズマさんかな。あ、ヘイホーさんね、ありがとう。でも前回調子出てるか。本当やっぱちょっと緊張しちゃうよね、ショールームとか。ちょっとやっぱ人見知り&陰キャなので。あみちゃん、赤ちゃんから本当あチーチーチーチありがとうございます。トッシーさん、ありがとうね、トッシー。若見せたら緊張しない、うん、見たいだけやんかどう見てもリュウジ。いやいやいや違うよ、いつも普通に、はいはい、メガネをかけ、そんな感じ。シャンプー初めて来て、初めまして、ありがとう。だごいかわいい、ありがとう。カメラ目線、なんかさ、ここのさ、なんかこう眉毛の上ボコってなるんだよねかわいい、ありがとう。モテモテ、いや全然全然、マジで本当に。あー、メガネ姿とかのね、自撮りもあげたらいいね。僕も陰キャです。本当ですか、同じですねあ、待って、あー、そうね、メガネもういいね。コアクハートありがとう。ヤスさんハートありがとう。のぞみさんありがとう。カズさんありがとう。なんかなんだこれは、なんていう、こうお金、お金のなんだっけ、なんていうっけな、水筒よ、水筒よ。あ、小判、そう小判、ありがとう。チロさん、ラウトさん、タコ、わー、星が降った、ありがとうございます。ゴールドシップさん、ラウトさん星ありがとう。ユッキー、かわいい黒み、ありがとう。タッキーか、マジだ、わー、ジェームズ。今何時だ、あと2分で5時じゃん。そろそろね、1時間で終わりにしたいと思います。じゃあ男女読みます。水筒よ、ありがとう。早い、あ、時間教えてくれてありがとう。つらみつらみ、またします。次はいつしようか。あ、みんなさ、やっぱ土日がいいかな。いつがいい、ありがとう、来てくれてありがとう、みんなありがとうね、本当にね。お仕事の合間に来てくださったりとか、本当にありがとうございます。予定開けてくるよっていう人もいたからありがとう。毎朝きつい、朝はね
夜がいいだよね、夜の方が。じゃあ次は夜とか、まあ考えます。壇上はを読みます。13位からのむさんと、12位にっしーさん、11位こはくさん、10位、U2003、9位キョンキョンさん、8位ティームマンさん、7位あやアトマークアルミカンさん、6位トッシーアトマークエビミンさん、5位のひでぽんさん、4位カレードスコープさん、3位キッサシさん、2位ジロさん、1位はドゥルルルルルポンラートさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあもうそうね、そろそろパチ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 、じゃあ5602人の方ありがとうございました。じゃあまたまたねー、バイバーイ、お疲れ様です、バイバーイ、またねー、またSNS更新するね、バイバーイ。